バレリオアリはイタリアの陸上競技選手である。彼は1920年に開催されたアントワープオリンピックのマラソン競技で銅メダルを獲得した。アントワープオリンピックでのマラソン競技は17の国から48人の選手が出場して1920年8月22日に実施された。結果はフィンランド代表のハンニス・コーレマイネンが 当時の世界最高記録となる2時間32分35秒8の記録で金メダルを獲得し、エストニア代表のユーリ・ロスマンが約13秒差で銀メダルを獲得した。アリは生涯で最高の記録となる2時間36分32秒8でレースを終え、銅メダル獲得を果たした。コール後のアリは3回連続でトンボ帰りを披露するほど元気で、それを見た。 クーベルタン男爵は大いに喜んだと伝えられている。なお、アリは、イタリア選手として、初めてマラソン競技でメダルを獲得した人物である。アスレチックスアットザ1920アントウェルペンサマー、ゲームズ、メンズマラソン2010年12月31日閲覧、アントワープオリンピックでのマラソンコースの距離は、オリンピック史上最長となる 42.750km だった。 ありがとうございます。